さて、どこから聞きましょうか。端末でどうにか写真は撮ることができましたから、それを見ながらでも、まず座標は指定した場所で間違いなし。外見は何かの研究所のような感じでした。見た感じ病院とも言えそうな感じですね。そして、最初に入った部屋で撮った人物がこれ。なんだか目がうつろ。いや、千葉知っている。と言うべきなのか。油断してたせいが大きいですが、一撃目はこの子にやられました。あと、私のことをおもちゃと言ってきました。この子なりの基準なのか。人のことをおもちゃというのは、なかなかしませんよね、普通は。つまり、普通じゃないってことですね。続けましょうか。その後、何者かと問うと、フランドール・スカーレット。フランと言っていました。この人物がフランドール・スカーレット。その後、人の気配がなくなったと思い空間から室内に出たのですが、体が何かに引っ張られ、身動きが取れなくなりました。そしてその時に、2撃目をもらってしまいました。その何か、とは、わかりますか？この子の仕業でした。最初は気配も、姿も見えませんでした。な。この少女、どうされました、校長。八雲先生。この写真を、一体何を。この子は、間違いないです。あの時の、レイ君の件のあの子です。レイ？レイがどうかしました。後ほど説明します。続きを。はい。そしてこの二人。この槍を持った子が私に二撃目を入れ、もう一人の女の子は、これは校長にお聞きしたいのですが、何でしょう。この依頼の件、他の誰かに言いましたか？いいえ、言ってません。何せ、八雲先生ですら伝えてないことですから。おかげでその緑の髪の女の子以外の話は全くわかりません。そうですか。ならおかしい。この目のようなものを持った少女に何か引っかかることでも、引っかかるなんてもんじゃありません。この子は、カンパしたんです。私が依頼で潜入したこと、校長としか話してないこと、そして、私が四人衆の八雲ゆかりだということを、そこまでわかっていたと。申し訳ないですが、校長がスパイなのかとも思いました。ですが、先ほどの八雲先生の様子からしてその線はやはりない、と思い直しました。そう思うのも仕方ありません。申し訳なく思う必要はありません。続けてください。はい。そこで最後の力を振り絞り、エキシビションマッチのように3人を引きずり込み、そのまま私だけ離脱した。という流れで最後になります。そこで、書類業務をする場所に空間をつなぎ、逃げ延びた。ということですね。そういうことです。それで、例の件っていうのは何のお話だったのですか？この緑の髪の少女の写真を見た途端、お二人とも表情がこわばりましたが。あなたになら、話してもいいでしょう。八雲先生、よろしいですね。ええ、ここまで来たらゆかりさんには知る権利があります。教室の窓ガラスが割れた件、覚えていますか？ああ、なんかメイリン先生が蹴った石が窓にドストライクしたってやつ。ですか？それは表面上層しただけの嘘なのです。まさかこの緑の髪の少女に関係が、察しがいい。その通りです。窓ガラスが割れたその日、無断に校内に侵入した少女がいました。まさかそれが、この子だと？そうです。ですが、なんでそこで霊が、というか、私が見えなかったその子がなぜ侵入したということがわかったんですか？霊君の能力、ご存知でしょうか？確か感知系の能力。まさか、その侵入に気づいたのは、そう、ヒイラギ霊君なんです。写真もあります。これです。同一人物。ですね。教室で撮ってる。ということは、そこで戦闘になった可能性も、少女が体ごと飛び込んで割ったそうです。そしてこうも言っていたそうです。キサラギアスカを抹殺対象として確認した、と。まさか、レイがアスカにあそこまで入れ込んでるのは、対象になってしまったことを知ったから、おそらくそうだと思います。それに関して、私からもいいですか？はい。彼は明らかに無理をしています。本人曰く、自分の最大の力じゃないと感知できなかった、と言っていました。そして、ただのいたずらじゃないであろうと、そうも言っていました。こんな形で話が繋がってしまうとは、夢にも思いませんでしたが、
そうですね。まさかその少女が、国がマークしてるかもしれない施設の関係者。そう繋がってしまうとは。ちょっと確認なんですけど、その少女、緑の髪の少女は、例のことを知ってたり、しませんでした。知っていたそうです。そして、真与民衆の西であることも。ちょっと待ってください。紫さんのことまで知っていたんですよね。しかも与民衆であるということも。はい。実際に口にしていました。明らかに情報漏洩が過ぎます。私たちそんなヘマ。いつしたんでしょうか。まさか。情報を横流ししてる人が。違う、そうだ。ある。情報を得る手段が一つだけ。それって。そう明細ですよ。真与民衆って言ったのなら。Q がいることも知っているはずです。それを一度に知ることができるのは、そう明細、タイマンバトルの時だけです。なるほど。そこは盲点でした。あの時の大勢いたお客様の中に、その施設の関係者が紛れ込んでいた。そんなの、防ぎようがない。とにかく、情報が漏れたのは仕方ないです。ですが今後、生徒の安心、安全な学生生活に悪影響が出る可能性が、そう。もっと情報が得られれば。もし、もしもですよ。聡明学園ということも、与民衆だということも知られている。そして今回の私の潜入。このせいで向こう側から何かしらのアクションがあるんじゃ。何かしらのアクション。また潜入されるかもしれないと。はい。同じことをやり返される可能性もあるんじゃないかって今ふと思って。避難訓練を実施しましょう。明日、すべての授業をなくします。生徒一人一人の意識が変わるかといえば、変わらないかもしれない。でも、何も想定せずにやられるよりも、それを想定した動きができれば、被害を最小限に抑えられるかもしれない。先生方には、私から通達しておきます。先生、相談なんですけど、この件、進級合わせた4人衆すべてに伝達すべきじゃないでしょうか。そうですね。レイ君には、すべてを話しましょう。なぜレイだけなんですか。今回のことは、規模が大きすぎる。事前情報がないみんなに言っても、現実味がないだけです。でも、事前に緊急事態にあったレイ君なら、すべて冗談と思わず受け止めてくれるはず。まずはレイ君からです。そこから広げるかどうかは、また考えましょう。わかりました。試しに今、レイ君に電話できませんか。試してみます。幸い個室ですし。行った?大丈夫ですか?大丈夫。です。これを礼に伝えるまで。まだ休むわけには。本当にごめんなさい。無理を言ってしまって。いいんです。それじゃあ、電話してみます。もしもし。ヒイラギですが。よかった。出てくれた。どちら様で。レイ、ゆかりよ、ヤクモゆかり。朝倉です。ヤクモランです。ゆかり。大丈夫なのか。意識が戻ったって聞いてたけど。というか。なぜ校長先生とヤクモ先生の声も。それについて説明してる時間はないの。レイ、これから話すことを落ち着いて聞いてほしい。先生たちもいるんだ。マジで重要な話なんだな。ええ、レイ君、この前あった緑の髪の少女の件、覚えてますか?はい、覚えてます。忘れろっていう方が無理です。それに関係してる話なの。お願い、心して聞いて。いいぜ、話してみろ。いくらでも聞いてやる。整理させてくれ。ゆかりは課外任務でとある施設に行った?そこで俺と遭遇した奴と同じ奴がいた。そしてお前はそいつに捕まり、瀕死の重傷を負った?そして直接攻撃したのはさっき送ってもらった写真の奴ら。そいつらがもしかしたら、ゆかりと同じことをするかもしれない。そのために、明日の授業をすべてなくし、避難訓練を行う。大まかな流れはこんな感じか。うん。レイ君、今この話を知っているのは、私たちと君だけです。4人衆全員じゃないってことは、ことが大きすぎて混乱を招きかねない。そこで事前に何らかの情報を持ってる俺に、まず伝えた。ってところでしょうか。
さすがレイ君。その通りよ。先生、明日俺ら4人衆を全員集められますか？朝のうちに。この時間に来てくれ。ってこと？はい、避難訓練を行うことには賛成です。ですが主導は、進級合わせた4人衆がいい。だから事前に集め、避難訓練を行うことを伝える。そして動くときや誘導は、先生と4人衆がやるべきだ。その重要さを、どうにかして伝えないと。いい文句は、考えておきますね。石を蹴ってガラス割ったなんて無理なのは勘弁ですよ。やっぱりきつかったですか。とりあえず、話はわかりました。俺も何かできないか考えてみます。ありがとう。最後まで聞いてくれて。気にするな。お前は休め。実際に動くのは俺らに任せろ。うん。ありが、と。ゆかりさん。大丈夫。やっぱり無理してたか。先生方、ゆかりのことは任せます。わかったわ。それじゃあ。はい。